ゲーミー将軍のアリキョウです。今回はドッキリ企画やっていきたいと思います。イエイ。ということで今回のターゲットはね、エイムさんなんですけど、エイムさんにはね、あのアリーナで縛りの動画撮りたいから撮影来れるみたいな感じでね、来てもらったんですけど、実はそれは偽企画で、本当の企画はエイムさんが言った言葉しりとりで会話してみたドッキリ、イエイ。ということで第2弾なんですけど、第1弾はね、チョコラブさんに仕掛けて成功っていうのか分かんないけど、まあ成功したんで、そのね第2弾今回はエイムさんにやっていきたいと思います。ということで、まあ簡単にね内容説明すると、エイムさんが例えばあの敵やりに行こうって言ったら、俺はうから始まる言葉を言わないといけない。だからまあしりとりという同じ要領で、エイムさんの言葉の一番最後の文字を先頭に持ってきて話さないといけない、俺はっていうね、普通にね、あの難しい企画をやってきましたってことで、もう今撮り終わった後なんですけど、めちゃめちゃ最後まで面白いんで、あのよかったらね最後まで見ていってくださいということで、本編どうぞ。ゲーム職のアルキオとゲーム所属のエイムです。はい、というわけで今回はエイムさんと何するの？いや知らんよ。あ、知らないの？何するの？今回はね、英語禁止割りやっていきたいと思います。言ったら100円募金ね。了解です。嘘だよ。降りたらスタートね。はい、よーし。あ、めっちゃいいの、めっちゃやばい。開始と真剣だからやばい、なんもね。今円安だよね。うん。やばい、100カット負ける。あ、やべ。うん、いやバレてますよ、言ったの。バレてないから出してバレてます。よし頑張ろう。やばいな、なんだこれ、急ぎ。あぶねえ。ナイス。ん、なんてネイス。なんだ、ずる、ずるくれ、なんか。何が逆になんだと思ったん。いや別に何でもないです。少しでもううるさいな。これ英語言ったらなんかあんの？ノーノーノー。普通に言ってるけど。普通に英語言ってますけど大丈夫ですか？噛んじゃった。噛んじゃっただけだよ。なんか言ってた、噛んでたけど俺。言ってた。多分気のせいだよ。しっかり英語、一番わかりやすい。稲妻みたいな。最近はどうなんですか？調子は。まあ普通。悪くもないけど良くもない。なんかあるよ。要するにいい感じと。まあ、うん、まあ、うん、微妙。微妙。うちと一緒だね。一緒？一緒だね。喋り方がすごいキモいけど。どんな感じ？なんかすごいキモい。忙しいんだよ。どういうこと？俺も。なんか怖い、なんか会話できない人になってるけど。あ、俺とこできる？留守番してるよこの家で。何言ってんの？絶対隠れてる。うわあ、逆ボーン。ねえ。え？やばいかもこれ。手逃げるわ。ワンコのようにね。ん？大丈夫、そっちめっちゃ敵いるけど。ドスコイ。ドスコイ？いい感じだよでも。本当？うん。あそこの金庫の中に手があった気がする。留守番？留守番？何留守番って。手短に話そう。うん。わかった。助かったわ。ナイスナイス。助かった。え、ナイス。あ、やだ。スナヘッド。いいね。詰めるわ、こいつ。詰めていいよ。
おお。大きに大きに。すごいことになってそう、回数。ん？ちゃんと編集者さんがやってくれるでしょ。うん、回数カウン、か、買う、買うから回数。え？なんて？手短に話そう。なんなんそのさっきから手短に話そうって。手短に終わらせるんだって。何？もう怖いわなんか。あそこいるよ多分。いるいるいる。痛い。いるね。いるいる。あ？やべえあれ。なんかリブート始めてる。え、やば。バイクでこいつ核入れるね。バイク。うん。オッケー。でもこのリブートの人とかだからって。あ、やばい。やばいです。すぐ行く。助けて。手短に終わらせよう。またリフトしてるよ。70。おい、ナイス。またまたも。マジか。やったー。アウンの呼吸ってやつね。うん。ん？待って、あそこ敵いるよ。ん？あそこ敵いるよ。よ、よっしゃー。いや、 やっぱもうそうだよな。分かってしまった俺、これ。この動画。頑固だな。本当に。頑固だね。あ、敵いる後ろ。老人形にしてやろうか。やばい。ん？どこにいるの俺。戦じゃー。やば。バイクでスライム詰めるね。わかりやすいね、ハルキョさん。ん？素早く1キル。そういうことか。なんか変な、日本語変な人だなって思ったけど。あ、やばい。出ません。え？頑張って。手短に終わらせよう。やばい、頑張れ。タグ5個ある。ルビーのように。ナイス、強い。ナイス。頑張れ頑張れ。練習したからな。やっぱり急ぐな。おいおいいね。ねえどう？ねえどう？ん？どう？何が？何がどうなの？の、海苔食べたい。もう日本語おかしくなってるよ。ん？日本語おかしくなってるよ。よっしゃ！あれ二人だね。あいつら、あいつらだけだ二人。おう、怖っ。
1v1 なんか当たってるぞ、ゾクゾクするナイスということで、英語なんか言った？いや分からん、もう普通ナイスって言ってたよ最後の方じゃあ M さんの負けということでいいいいうん違うでしょ絶対。なに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 、なんかあった？絶対違う、絶対しりとりしてたえ誰が？ワルキオさんが。うっそ、気づかなかったわ怖いんだけど、絶対しりとりしてたじゃん。え嘘、なんか言ってた俺。うん、普通に会話できてたでしょ全然初動の方はマジで分かんなかったけど、途中で気づいた、気づいた。なんて言葉が一番あれだった？なんだろう、最初のネイスはさ、あれしっとりだったの？うん、嘘だよ。あ、俺普通になんかズル、英語ズルしてんのかと思ってた、分かんなかった何が一番印象深いの？ネイス、ネイス。ネイスが一番印象深かった。うん。俺的にはお留守番のあたりであれかなと思ったけど。でさ、その辺でなんかんと思って、なんか日本語おかしすぎるだろうって。あんまり分かってなかったその辺。本当。うん。結構頑張ったんだけどな。前回の前回よりは結構ね話せてたんだよ、うん、俺。結構頑張った、うん、今回は。分かんなかった最初はマジで。でも途中からなんか英語禁止縛りと相性いいかもしれない、なんか分かりにくいわでしょでしょ、うん、でも俺英語禁止もさ頭に入れながらやんないといけないからさちょいちょい出ちゃうよ英語がなあとか言ってってことで、うん、一応カウントされてんのかな、分かんないけど、分かんないけどね、はい分かんないけど、まあ英語禁止縛りの勝敗は、わかんないですけど、まあ、ドッキリはどう成功？いや、失敗です。ってことで、M さんのチャンネル概要欄に貼っておくので、よかったらチェックしてみてくださいってことで、第3弾、誰にやろうかな。よかったら、チャンネル登録と高評価お願いしますってことで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。